はい、それでは続きやっていこうと思います。さて今回はこの先やっていきましょう。いかにもなんかありそうだな。あーなんか光った。あ、いつものやつね。はい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 。私はこれをやって、ファイヤーファイヤーファイヤーをファイリーよね。そうですね。でアイスを、あれ、あ、天以外ってことは私ってことか。ピー、あっち行った。やっちったやっちった。あ、ちょっと待ってよ。じゃあ私が回転切りとかで攻撃すればいいのか。こいつか。こいつ天攻撃なんだ。あれ効かない。あれ、でブルーをやって、昨日ねちょっとねレベル上げをやったつもりでいるんですけど、まあ1レベルぐらいしか上がってないけどね。いや、なんか1万ヘルツレベル上がるのが早くってね。あとなんかロボットマールちゃんとムンちゃんで新しい連携技を覚えたりとかね、なんかいろいろメンバー変えてレベル上げしてました。よし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 。天の攻撃ってこれ何属性攻撃覚えてないよね。そのうち覚えるのかな。か普通の攻撃でいこう。よしよし。よいしょ。なんつうかもう BGM がすっげえ切羽詰まってる感じがするな。おお、下に下がる。あ、どんどん来ちゃうの敵が。マジですか。じゃあ誰からやろうかな。こいつからやるか。催眠音波、ナパームボム、ファイナやる？よし。アイス出して。あ、やば。あー。ちょっと今ね寝起きなんですよ。朝早いんだよね。まだ8時前朝の。いや、なかなか口が回らんですが、頑張っていこうと思います。あ、そう、こいつ死なない。マジか。ピー。全体攻撃が強いな。よいしょ。倒れろ。よしよしよし。あれルッカ、え、混乱しない？そんなことない。大丈夫。よし、ナイス。なんかどんどん出てくるやつか。あ、こいつやんないとだな。スカウターってやつ、天の攻撃しか効かないっていうのが嫌ですよね。まあいいや、もう全体攻撃でボン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 やっちゃおう。マール回復して、倒れろ。でおお、ちょひどくないですか。でやばいな、どうしよう。ちょっと待ってよ。ポーションをルッカにあげて、で、アイ
テム、はい、ポーションを。あ、ロックされちゃった。よいしょ。いや、もういいや。よしよし。もう最後に、あの、天の攻撃しか効かないやつだけ残して、あとは、移送しよう。よし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 。あ、よし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 。属性攻撃覚えてればいいんだけどね、ムーンちゃんが。覚えてないからね。眠り。よし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 。まだかまだかまだか。あー、よかった。サファに下に降りて、わーやばい、もう鬼かよマジでよこいつら。ファイヤーでドレッドアイスを売る。ムンちゃんどうにもこうにも攻撃できないな。はい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 、よいしょ。こいつだけ残すと。天の属性攻撃ってあったっけ。あ、これ構えたちが天なのか。まあ気づいたわ。あ、ほんとだ、聞く聞く、通るね。よく見ればよかったよ説明。やっちゃったやっちゃった。あ、ちょ、あー、もうバカ人。あ、倒した倒した、よし。ちゃんと説明見ろよってな、すいません。あ、シャイニング覚えた。お、いかにもちょっと属性攻撃っぽい。ん、どこだ。で、下に降りたのか。よいしょ。あ、なんか適当に踏んじゃった。でもなんか何もなさそう。ここお部屋か。なんかおる。おお、はい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 。シャイニングが気になるな。あ、敵全体聖なる最強魔法。ホーリーじゃん。ホーリーホーリー。じゃあ、あ、やばい、これ当たっちゃう。あ、マジか。じゃあちょっと順番考えよう。よいしょ。ファイヤー、アイス、ブルー。倒した後に、かまいたち。例えばさ、私ね、昨日ちょっとネットで調べてたんだけど、クロノトリガーって続編あるみたいですね。なんかクロノクロスだっけ、なんかあるみたい。でもね、私あのね、遊べるハードがなくってね、ちょっとできなさそうなんですけれども、やった人います？もう PS3 とかでできるらしいね。よし、行くぜ。かまいたち、なんかクロノクロスはね、 DS 版とかでリメイクはされてないみたいで、でも残念。なんか20年後の話らしいよ、このクロノトリガーの。ガチャンとして、これ何が変わるんだ。あ、これで変わる？もしかして。あれ、変わんない。え、あ、変わった変わった。え、ずいぶんなんかややこしい仕掛け作るよね。おー、かっこいい。おー。って思いません？あ、なるほどね。ブーンって。かっこいい。よし、セーブポイントだ。よしよし。ちょっとシェルターもうちょっと買った方がいいな。よいしょ、シェルター使って、で、セーブしよう。いやー、最終決戦ですかね、この先。はい、よし。
行くぞ。あ、お、エレクサ、マジか。いや、これ相当強いっていうか、もうだいぶ最後の方なんでしょうかね、ストーリーが。あれ、このね、あの、まだ私全然消してないんだけど、中古データ魔王様がいるんですよね。魔王様仲間にしたいな。おしきだ、本当にこんなとこまで来やがったのか。どうやらお前らの力を見くびっていたようだな。だからそれもここまでだな。お前らの始末はこいつらがつけてくれるわ。いでよゴーレムシスターズ。あ、お前またゴーレムを。こいつ強かったんだよな。あ、強かったっけ。あ、シスターズってことは2人2匹。あ、2匹出てきた。ピー、はーい。うわー、早速もう。でも2分の1にするだけなんか特に大きい攻撃をしてこなかったような気がする。ちょっとシャイニング、シャイニー知ってる？ラブライブネタなんだけど。あ、めっちゃ強いじゃん。あ、天の技はマネッコ。ちょっと待って。でも基本的にこいつあれか、あの魔法をね攻撃するようなやつだったよね、こいつね。通常攻撃するとなんか最強魔法が来ちゃうから。よし、回復。よいしょ、もうシャイニングしよう。もうひたすらシャイニングだよ。よし、よし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 。よいしょ、メガトンボムとか使ってみたいけれど。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫。マールがね、回復のね、全体技を覚えれば最強なんだけどね。の技をマネコ、シャイニングして。まだ大丈夫だよね。リストしとこう。あ、シャイニングが、あれ、もう出ない。あ、マジか。ガーン。ちょっと待って、自分のお尻は自分で拭えということで、これを、ファイが、よいしょ。ほい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 。ちょっと待ってよ。ケアル。ケアルまだいいか。ヘイストをルッカにかけて、でシャイニングして、HP どんぐらいなんだこいつら。ドゥーン、よいしょ。ファイが、マネコ、あ、倒したか。おならぷー。おならぷーよ。よーし、やったー。よしよし。お、アレイズ覚えた。チッシスターズをこうなりゃ。なんだこの不気味な気の高まりは。こいつが本当のラボスエネルギーかよ。なんだかこれはやばいことになりそうな気がするな。永遠の命を手に入れたにしても、その時もう死んじまってたんじゃ元も子もないからな。逃げるかこいつ。よし、今日のところは見逃してやる。あばよ。あー、逃げた。よーし、いいぞいいぞ。じゃあちょっともうシルターを惜しみなく使いましょう。でもっと買っとこう。よし。いやー、ホーリー強いわー。よいしょ。じゃあ全体だからね。さあ行きましょう。よし、じゃあこの先に、うん、おお。
こ魔人機の祭壇引き返すな今のうちぬあぬどうやら間に合ったみたいね。ちょっと惜しい気もするけどそのマシン止めさせてもらうわよ。サラ助けに来たよ。こんなとこ逃げ出しちゃおう。あなた方はキャー。サラ何をやっているサラ。ちゃんとコントロールせぬか。さあムーン急がないとまずいわよ。ムーン赤いナイフを。よし行くぞディオン。うんグラミーちゃん。このグランとリオンがさあのグランドリオン以外で出てくるっていうのがびっくりだよな。魔人機のエネルギーでナイフが剣に。あ魔人機が来る。いけない。あの剣だけではこの力を抑えきれない。にゃー。ナウシカのオウムみたいだね。あー何あーちょ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 えーなにこれ。あ死にイベントかまさかの初手一発でやられたよ。預言者どれほど待ちわびたことか。この時が来るの。魔王様、久しぶりだなラボス。というあの日俺は誓ったのだ。貴様だけはこの手叩き潰してやると。ああかっこいいじゃん。たとえそのために何を失うことになろうともついに誓いを果たす時が来た。死ねラボスよ。できるかなお前に。あふ偽りの預言者めが。お前もラボス様の餌食にしてくれようぞ。母上もうおやめください。この力は人に災いしかもたらしません。もうこれ以上は。そこをどけさら。ラボス様の偉大なる生命の力はわらわの中に息づいておる。お前もその一部なのだぞ。もはや運命は変えられぬわ。邪魔立てしようものならお前も消すまで。いいちょお前あ上乗っかっちゃった。行くぞ預言者よ。ラボス様の力思い知るがいい。魔力が吸い取られてゆく。やられぬぞ俺は。ラボス貴様を倒すために闇の中一人生き抜いてきたのだ。暗いラボス。うおバカな効かぬのか。あー魔王様愚か者め。ちっぽけなお前たちの力ならラボス様には通用せぬわ。オラワカの贈り物だ。永遠の命受け取るがよいわ。ラボス様と一体となってな。くそこの女。あサラちゃんも動ける。まあサラさんお願い。大丈夫このままじゃみんな。うさえちょこんなところで私はサイエンスが負けてたまるもんですか。サラちゃんムーンと言ったか。サラの言う通り尻尾を巻いて逃げ出したらどうだ。自分の命は惜しいであろうが。このままじゃひどすぎるよ。もうやるというのか。お前何ができる。その傷ついた体へただ一人ラボス様に挑むというのか。くくく死ねえ虫けらめが。ラボス様の力を見よう。この中得体の知れない生物に様をつけて呼ぶなんて私にはできませんわ。てかあの魔王様超かっこいいんだけど。あなたのうち誰か一人死ぬよもうすぐ。あ私のことだったか。
い出した、このムービーで思い出したわ、予言されてたこと。いけないムーン、ムーン、もうマダンテですわ、マダンテ。あーあーあ、力ではやつには勝てぬというのか、ラボス。ムーン、ムーンはどこ？いやー。ムーン、私がついていながら。え、これエンディングじゃないよね。ペンダントの最後の力を振り絞れば、皆さんを地上に飛ばすくらいはできるでしょう。許されるはずはないけれど、どうか母をこの国を憎まないで。ごめんなさい。さあ、地上へ。サラちゃんは？最悪なことになったやん。何あの母親。親以前に人としてうんこやな。あー、ラボス来ちゃったよ。僕が過去の世界が変わることができなかったわけですよね。天空のねえ、あの魔法都市が落ちてくるってことか。津波だー。あー、ちょ、やだ。え、どうしよう、震災のこと思い出しちゃうんですよね、これ見ると。うわー、やだ。気がつかれたか。ここはどこ？随分となされておった。ムーン、ムーンは？取れていたのはあんた方だけじゃった。あ、じゃあ魔王様もいないの？夢じゃなかったんだ。ここは地の民の村。ああ、戻ってきたのか。海底神殿から起こった大災害でたった一つ残された島じゃ。なんてこと、この時代まで。ボッシュは？大災害の時、黒い歪みのようなものが現れて、のん吸い込まれそうになったジャッキー様を助けようと、ボッシュ様も。黒い歪み、ゲートだわ。サラさんは？わからん、サラ様の姿は誰も見ていない。シルバードはどうなったのかしら。ああ、時空を超える乗り物ね。あんた方の船なら無事じゃ、驚くほど頑丈じゃな。あんたらの後を追うようにここへ流れ着いておった。不思議な船じゃ。ムーン。マール。シルバードが無事ならムーンもきっと無事よ。そうそう、これを返しておこう。私のペンダント、ムーンに預けた。娘さん、あんたの肩の上にあったんじゃ。あんたを守るようにな。ムーン。わしはこの先の広場におる、ゆっくり休むがええ。
うわー、マジでかー。これ最悪なんだけど、この展開。あ、わあ、ムンちゃんいなくなってる。ああ、えらい子。あ、ちょ、女子さんにもいいけど、どうしようかな。カエル、エイラ、これでいこうか。ちょっと初めてじゃない？これ。よし。で、回復はしてありますね。はい、ということで、じゃあ今回はね、ここで終わりにしようと思います。いや、めっちゃ先気になるんだけど、まさかこんなことなるなんて思ってなかった。やばい。ちょっともう半分涙目でございます。はい、ということで最後にご視聴いただきありがとうございました。